はい、トモさん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第54話ですね。第54話。今回はですね、足踏み人生に一筋の光を、みたいな形でお届けしようかなと思うんですけれども。まあ、何はともあれ、久保さん50歳誕生日おめでとうございます。ということで。50歳になっての動画というところでしたね。まあそうやって自分を年齢とかあんまり本当に意識してなかったんですけど、まあ自分もこう気づいたらやっぱり40歳に今年で突入したんですよね。よく考えたら。そうやってこう、よく考えたら節目になってるんですよね。まあ、久保さんがちょうど50歳になったっていうことで、あ、確かに自分も40歳になったなぁと、あんまりこう年齢を意識した、してこう考えたことがあんまりなかったんですけど、まあ確かになったなと。確かになった。だから自分もやっぱり年齢だけ重ねていって、その中身があまりこう伴ってないっていうことはすごく感じたり、まあしながらも、数字上では、まあ肉体年齢上では40歳になって、しまってるところなんですけど、まあ自分もだからこの40歳から塾を始めたわけというところになるんですよね。まあ正確には今年の2月なので、まあ自分の誕生日は4月なんで、まあちょっとフライング的なところはあるんですけど、まあ40歳から始めたと言ってもまあいいんじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、いや本当にね、もうこの塾を開いてから今年の2月からなんですけど、まあ、もう本当に教えてもらうことばっかりですよね。まあ、今まで自分で、まあ、このネットでお金を稼ぐっていう世界に乗り込んできたものの、乗り込んできたというか、まあ、入ったものの、まあ本当にこうやって塾生さんといろいろ、まあ質問し、が来たり、結果報告をするところで、こう、ちょいちょいこう、いろんな話を、こうやるところで、こう、いろんなところを教えてもらってるなぁと、本当に、自分一人、じゃないなってのをすごく感じるようになりましたね、やっぱり。本当に人生で良かったことっていうのは、やっぱ塾生さんとこう、まあ、出会えた奇跡とね、銘打ってもいいんじゃないかなとは思っていて、もちろん会社員でもね、その仕事上でお付き合いした後輩だったり、先輩だったりにね、いろいろ教えてもらうことはたくさんありましたし、まあ、いろんな、なんだろう、関係を築いたこともあったんですけど、やっぱりこうやって自分が塾を開くっていうことによると、すごくこうやっぱ深いつながりになってるなぁとはとても思いますね。やっぱり特に会社だと、まあ無作為にこう集められた人たちが集って一緒に仕事をするわけなので、まあその中でも、まあ、信頼関係とかいろいろこう構築しながら、まあ、やっていくんですけど、その中でも当然こう深いつながりってなっていくんです。特にやっぱ IT エンジニアは得意なのかもしれないんですけど、現場はこうやっぱ半年とか1年単位でポロポロ変わるんで、そこまでこう深いつながりっていうのはないんですよね。まあ自分がそういう、まあ、職業をまあ選んだっていうところもあるんですけど、結構その場限りというか、この一発のこう短いスパンのプロジェクトに対してこう集中バーンってする感じなので、そこでこう深い人間性とかいうところはあまりこうそこまでね、感じるところがなかったんですけど、やっぱこうやって自分が塾開いて塾生さんとこういろいろな会話を、まあそこまでね、たくさん会話を紡いでるわけじゃないんですけど、その中でこう感じれるものですね、感じれるものっていうのはすごくあるなぁとは思っていて、やっぱりこの真面目にコツコツやっていく泥臭さ、まあそれはね、やっぱり会社員だっても同じではあるんですけど、特にこうやって自分でお金を稼いでいくってことに関しては、自分で自分をこうコントロールしながらやっていくっていうところですから、それがやっぱりできてる、やるっていうのは本当に並大抵のことじゃないし、
でもそこをこう自分なりに工夫してやっていく、時間を見つけてやっていく、あとはその自分の今までの人生振り返ってみて、やっぱいろいろあったからこそ今こう頑張れるっていうところがやっぱあると思うんですよね。特に最近は塾生さんとこう対談することがたくさんあって、対談して、そうやって昔過去があったから、過去いろいろこう悩んだり、うまくいかなかったり、後回しにしたり、先延ばしにしたことをやっぱりあるからこそ今頑張れるんだみたいなね、ことを聞いて、それがエネルギーになってるんだっていうところを聞いて、ああなるほどなっていうところだったり、いやすごくやっぱり思いが強いところを感じられたりやっぱりするんですよね。やっぱりすごく強い思いをやって、強い思いを持ってやっているなと、人生を前に進めているなっていうところを感じるなっていうところを、やっぱりだからこそ、これは本当に、言葉というか、こうあまり言葉にうまくできないんですけど、こう感じれるもの、まあ、かけがえのないものって表現したんですけど、こうすごくこう心に感じれるものっていうのをこう感じれるから、ちょっと日本語としておかしいんですけど、感じれるからこそこう、あ、自分もこうやんなきゃいけないなとか、もうちょっと頑張ろうとか、もう少しだけちょっと頑張るかみたいなね、そういうところをすごく感じながら、こう塾運営をやらせていただいてるなっていうのをすごく感じていて、まあ、これは本当に、塾生さんが自分の人生を支えているって言っては過言ではないんですよね。もちろんその中で自分の家族っていうところとの関係性があったり、あとはね、こう教えてくれる吉谷さんとか、で、今回こうやって気になる男シリーズで、携わってくれる久保さんとか、まあ、ある特定の方ですよね、特定。だから本当に自分っていうのは結構特定の方しか最近とか、もうずっと携わってないんですよね。だから、やっぱりそういう方にこう支えられて生きているというか、まあ、その人たちをこう思いながらやっていっているっていうところはすごくありますよね。何を作業するに対しても、誰かのことをこう思いながらやっている感がすごくあるなと。今までやっぱり IT、まあ、エンジニアやってきた時には、やっぱりそのパソコンに向かうってはいるんですけど、まあ無機質な感じでこう向かっていったところがあったんですけど、今本当にどちらかというと人のこう思いっていうところを大事にしながら、まあ仕事をさせてもらってるなっていうところはすごく感じていますね。やっぱりこう自分もこう YouTube のこの世界に入って、まあ言うたら一発屋みたいなもんなんですね。バーンとね、こううまいこと乗れたというか、まあ正直これも運が良かったっていうところもあるんですけど、まあだからこそね、まあそこからなんとかこう、まあ、しがみつくというかね、一発屋っていうところをこう、うまくね、続けていくというか、その一発屋に、一発に対して感謝しながら、そこをうまくどうにかしていけないかなっていうところをこうやってるというところがやっぱり、あって、まあそういうところがすごく今な感じですよね。なんとかかんとかこうやっていこうという。まあ、なかなかね、入りっていうのは難しいところがあるんですけど、そこをうまく、まあ自分はうまくこういけたんですよね。こう、うまいことをクリアできたってところがあって。そこはラッキーな面もありますし、運が良かったというところもありますしね。まあそういうところもあるんですけど、まあだからこそ、まあそこからどうやって、こうまあ続けていくかっていうところがやっぱり大変なのかなと思うし、まあそこが自分への挑戦っていうのになってくるもあるし、まあその会社員ではなく、まあ自分の通ったことがない道に対してこうやっていく。会社員はもう15年ぐらいやって、たわけで、もう大体わかるわけですよね。もうどうなるかっていうのが、大体こうなるなとか、ああなるなとか、もう大体まあ予想がつくというか、まあきっとこうなるだろうなって、自分のこう生きてきた自分の性格とか照らし合わせながら、会社員やったらこうなるんだろうなっていうのは想像がつくんですけど、今やってることって正直想像がつかないんですよね。まあ自分がやったことないんで、もちろんその自分がやったことないからこそ、まあ、先人を歩いてる方っていうのがいるのでね、まあ、そこに対して近づいていくというか、背中を追うというかね、
自分がじゃあ同じことをやってみたらどうなるのかなっていうのもわからない面で、全く同じようにいけば、まあそれはね、ああよかったよかったと思うし、自分が同じようにやってうまくいかなかったら、あら何がおかしいのかなっていう、やっぱそこは違うのかなとかね、そういうことに対してこういろいろ思い悩みながらもこう続けていく、まあ勇気になるんでしょうね、きっとそこは。だからこそこの、当然ね、もちろん思ったようには全然いかないことも多いし、いけばそれは万歳で、まあ良かったよかったになるんですけどね、まあ全然うまくいかないなっていうところをこううまく受け入れながら、ここで自分の意外な可能性に気づいたりするんですね。あ、これはちょっとうまくいかなかったけど、あ、ここにもしかしたら勝機というか、あ、自分が生きる道があったりするなとか、そうやって少しずつこう謙虚になったり、少しずつ素直になったりっていう自分のこう、自分をこう守っていた何かっていうところがこう、徐々に徐々に崩していくとか外していくというか、そういうことをやっていくことによって、まあなんか、ほんのりこうささやかな幸せっていうのを感じることがもできたり、するんですよね。こうやって自分が YouTube をやることによって。本当に今までの人生とは全く違うことをやってるからこそ、まあこういうことに気づいたり、なんか起きてるわけですよ、本当に。まあ多くの方がこの一歩踏み出せないところだと思うんですよね、やっぱり。ね、YouTube をこうやっていくっていうのは、まあみんながみんなやってたらね、まあ見ることはみんなやってると思うんですけど、それを自分自身でこう発信していくっていうことをやっていくっていうところは、なかなか多くの方ができてないと思うんじゃないかなと思っていて、まあ、そこに、まだその足踏みしてるとは思うんです。まあ若い方っても結構、インスタだったり、ツイッターだったり、こう TikTok だったり、もうどん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 こう、個が発信する時代にどんどんなっていって、もそれがもう当たり前になってるところがあるんですけど、まあ少しこの年代を上げていくと、まあそうではないっていうところの層が多いと思うんで、そこに少し勝機が回るというか、なんかこう、戦う場が少し残ってるんじゃないかっていうところはあって、まあそこに、まあこの人生の一筋の力、まあ今回、光か、ごめんなさい、一筋の光、こういうタイトルをつけたんですけど、人生の一筋の光、あ、人生にかな、まあいいや、人生に一筋の光をね、見出して希望を持って歩いていくっていうね、まあ覚悟を持って歩くし、その中に希望を見出して歩いていくっていうところをこうやっていけば、何かしら見えるものがあるんじゃないかなっていう自分自身への、こう、期待感というかね、いうのがまああったりして、できる限り、こう自分で考える習慣っていうのをつけていって、なかなかね、自分でこう考えるっていうところは、どうしても答え合わせをしたくなるところはあるんですけどね、そこをぐっとこらえてというか、その答えがあってもその答え通りうまくいかないんで、もうどうしたら自分に合うのかなっていうところをこう考えていったり、できる限りいろんな疑問を持って、疑問を持つことがなかったり気づかなかったりすることってたくさんあるんで、そこに対してこう自問自答したりして、こう調べてみることによって、なんかできる限りこう流されながら、当然流されてしまう人生、なこともあるし、まあ今までそうやってこう流されてきた中でも、その中でも自分でこう決めていくっていうところをやっていって、そして、自分で少しずつ試していって、まあ、テストしていって、そして行動していく。まあ、大きくね、大きくやっぱりやると大きな失敗っていうのが待ってるかもしれないんですけど、まあ、小さく小さく行動していくっていうのも大事かなと。まあ、時にはね、こう一気にドーンってやって、まあ、ドーンと失敗することによってこう大きな気づきもあったりもするんで、ここっていうのは本当に人それぞれの考え方、やり方、性格とか鑑みて言うところがあるんですけど、まあ、自分はこうやっていろんなことをやるようになって、徐々に徐々にこう見えるものが、見えないものが見えるようになってきたなと。それを真実というのか、それとも今まで自分が見ようとしてなかったものなのか、まあいろいろな表現あるかと思うんですけど、ただ今まで見えてないものが見えるようになったことは確かかなと。
それはその自分なりの答えですよね。自分なりの答え。インターネット上にはいろんな答えが載ってるんですけど、A さん、B さん、C さんっていろんな方が書いてるし、いろんな答えを持ってるんですけど、その中で、おそらく自分はこの答えがしっくりくるなっていう、いろいろやったからこその、その上での答えですよね。なんかそういうのがこう見えてくるような気がしてて、やっぱりそれはこういろいろもがいたからなのかなと。そしてこの諦めても終わってくれない人生っていうところがあるじゃないですか。まあ、続いていくとは思うんですね、本当に。終わらないんですよね、終わらない。もういいやっつってこう投げ出したところで別に投げ出しても、別にそれは投げ出しても続いていくっていうところで、まあそういうことで、まあ、今回自分はね、こう顔出しなしでもう YouTube で稼いでいきたいっていうところを、まあテーマというか、まあこういうところの、まあ塾をまあ開いてるわけで、覆面 YouTuber アカデミーって感じでね。まあ覆面というか顔出しなしで YouTube。別に顔出しでもいいとは思うんですけどね。ただまあ顔出しができない人っていうところにすごく大きなたくさんのニーズがありますんで、まあそういう方たちが多いっていうことも知ってますんでね。まあそこで顔出しなしでもね、YouTube が稼いでいきたいっていう方に対して、まあ本当 YouTube できることってはたくさんあるし、まあ自分の塾ではね、一応このジャンルがいいよっていうことは、おすすめして、基本塾生さんは自分のジャンルっていうところに参入してもらって、そこでまあいろいろやってみて経験積んでもらうっていうところをやってもらってるんですけど、本当にこのやってみると、まあ面白いというか、いろんな発見とか気づきがあるんですよね。だからまあそう、本当にこうやっていきたい方っていうのは、まあ自分がね、ささやかながらというか、まあ力になれるとは思うんですね。そこは本当に今まで自分もこういろいろもがいてきた経験っていうのがありますんで、まあ、そこに対して少なからずお話しできることっていうのはたくさんありますし、話を聞くこともできますしね。そう、だからスキル、これちょっと YouTube 戻っちゃった。 そのスキルで言うとね、ほんと中学生レベルなんですよ、自分が教えてることなんて言うたら。だからそんなにこう難しいことを教えてるわけじゃなくて、別にっていうところなんですけどね。だけどやっぱり自分がこう塾を開いてすごく、まあいいのは良かったなっていうのは、やっぱり塾生さんがしっかり頑張っているところっていうのが見れるところとか、そうやってこうなんか頑張ろうっていう気持ちになれるところなんじゃないかなとは思っていて、あとはそうですね、残りの人生をどんな風に過ごしていくかっていうところの一点に掛け合ってくるんじゃないですかね。まあだから、この前もまた塾生さんと対談、塾生さんとの対談ばっかり話を引き合いに出しちゃうんですけど、もう大人の方が集まってくれたなと。もう2月に塾を開いた時、まあ言うたら一期生さんっていう言い方をすると、まあ一期生さんは本当に大人の方が集まってくれたなと。本当にそれも自分よりもね、自分よりもすごく大人の方が集まっているなっていうのは感じて、まあ、だからこそ自分がしっかりやらなきゃいけないなと思ったりもするし、まあ、人生経験豊富な方がたくさん塾生さんでいますので、まあ、その方たちからも吸収しながら、そしてね、自分もそれに合わせてこう成長しながらっていう形でこうやっているっていうところはあるなぁと思っていて、本当に。まあ、実践経験ではね、本当皆さんの方が上なんですよね。そういう意味で言うといろんなことをもがいて苦しんだ経験っていうのがたくさん、いろんな場面であったと思いますんでね。それに比べてね、っていうところあるんで自分は。ただし、まあ自分が選んだ道、まあ我々が選んだ道っていうかね、自分たちがこう選んだ道はやっぱこのテクノロジー時代にこう今生きてるとこなんで、まあ生き方が全然違うわけですよね。だからそこに対してこうどうアプローチしていくかというか、自分がこう、まあ特に自分はこう IT エンジニアっていうことでずっとパソコンにね、携わっていたんで、パソコンにもう一日中触るっていうのが結構自分の中で当たり前のことだったんですけど、まあそうじゃない方ってたくさんいると思うんですよね。ずっとその、なんだ、土木業をしていたとか、ちょっとわかんないですけどね、ただ全然触れてなかった方がね、こういうテクノロジーに触れることによって、今までの経験が2倍、3倍って言って、こう、加速度的にこう変わっていくってことってきっとあるんじゃないかなとはとても思うんですよね、本当に。だからこそこのロスジェネ世代ですよね、ロスジェネ世代。
とはいえね、6000年世代と言いつつも、どん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 こう緩くなってる、そこからこう、離れていくっていうところを行動することによって、本当に自分の人生が開けてくるんじゃないかなと。まあ、自己選択をできない時代だったのが、自己選択ができる時代に、今時代が移ってきてますので、そこに対して無理して自分を縛る必要はないのかなと思っているんですよね。だからそれが言うたら足踏み人生っていうのかどうかはわかんないですけど、そうやってこう自分の人生を無理して縛るんじゃなくて、自分の可能性に目を向けてみる一筋の光があるんじゃないかと思うんであれば、そこに、ちょっと覗いてみるとかね、ドアを開けてみるっていうことをやると、また違ってくるんじゃないかなと思ったりして、もちろんこの YouTube って正直言ってこの会社の業務より覚えることがはるかに少ないんですよね。これ自分もやってみて思ったんですけど、これは難しくないなと、単純にこうスキルだけで言うとですよ。スキルだけで言うと、別に YouTube 撮ってアップロードするだけじゃないですか、言うたら。そんなに 難しくないし、このスライドだってそんなに文字を書いてスライドを動かすだけなので、一回その形っていうのを作ってしまえばもうずっと使い回せるわけなんですよね。多分ずっとこれずっと使い回すだけなんじゃないかなと思ってて、その形だけしっかり整えれば、あとはもうそのままずっと使えるんですよね。だから本当に会社の業務ってこういろんなことをやったりして、自分を覚えるのがすごい大変だったし、特に自分は現場はコロコロやっぱり半年単位で変わってくるんで、なかなかやっぱり覚えるのがどんどん、確かに覚えるのがね、どんどん大変になってきたなって思ったりしてたんですよね。経験はあるんですけど、こうなんかやっぱ一つ一つ覚えていくと、どんどん頭が少し弱くなってるなというのは少し感じていて、前はね、パンパンパンってこう、スパパンってできたんですけど、まあね、まあ自分が覚えてなくてもそう、そこにいる現場の人に詳しい人がいるんで、そこに聞けばいいってところはあるんですけど、やっぱり自分もこう、長らく IT エンジニアでやってきたら、というところもあると、やっぱりいろんなことは自分でやりたいというところはあったりもするんですけどね、本当に、この YouTube ってことは覚えることが本当に少ないけども、まあ今まで後回しにしてきたことですね、後回しにしてきたこと、まあどういうことかというと、やっぱり自分をね、律する強さだったり、自分をこうしっかりコントロールする力だったり、まあそういう力がすごくついてくるんじゃないかなと思うんですね、YouTube をやることによって。特に YouTube だと、こうやって自分でこう発信するわけなんで、自分が教えてるのはまずはこう情報発信じゃなくて、あるところからね、もう情報を引っ張ってきて、それをこう発信するっていうところなので、その自分のオリジナリティっていうのは初めは必要ないんですけど、ただやっぱりその自分の声を出すっていうことは、やっぱりその自分の精神状態っていうのがもろにやっぱ反映されるので、やっぱそう自分の心を保っておくっていうところっていうのは非常に大事かなと。自分のメンタルですね、精神を保っていくことっていうのは重要なのかなっていうところをこう考えていくと、やっぱりこれからの人生に対してすごい変化が起きると思って、自分もやっぱりこの、特にそのなんだろう、メールとかだと結構意外と自分のメンタル崩れてても、なんか結構書けたりするんですよね、意外と。やっぱこの声だと、どうしても自分のこう、声を通していくので、自分の状態っていうか、調子がどうしても出ちゃうところがあるんで、だからこそこうしっかり、やっぱり日々、整えてその YouTube の放送をしてない時でも、日々整えていかなきゃいけないなっていうところはすごく感じたりはするんで、やっぱこういうことを感じれるっていうのはすごく、なんかターニングポイントになるんじゃないかなと思いますけどね、YouTube をやることによって。ということで、まあいろいろ、まあお話しして結構自分の話ばっかりしたような気がするんですけど、まあ自分とね、こう一緒に人生を歩いてみると、何かあるかもなと。まあ、もしね、ここまでこうやって気になる男シリーズを聞いていただいてて、まあ特に自分の方ですね、自分の方を少しでもこう聞いていただいた方はね、やっぱり、あ、なんかね、この人気になる男かもなーって思っていただけるとね、この放送はもうちょっとまだまだね、続きますので、そうやってこう自分のことをより感じてもらってですね、なんかあまりちょっと自分は口下手なんでそんないろんなことは言えないんですけど、なんかこう感じれるものがあるなーっていうところを感じてもらって、そこでこう、一緒にね、歩いてみたいっていうところを感じていらっしゃる方がね、一人でも二人でもいれば非常に嬉しいなと、まあ、思ったりもするんですけどね、本当に。
なんかそんなことを感じながら、今回第54話ですね。これが第54話の最後のスライドなんですけど、まあ、そういうことを感じてもらえれば非常に嬉しいなと思いました。はい。ということで、足踏み人生に一筋の光をということで、第54話、お話しさせていただきました。ここまでありがとうございました。覆面 YouTuber、タカでした。そして、久保さん、第55話ですね。第55話、またよろしくお願いします。ありがとうございました。